雷魚。雷魚。雷魚は、鈴木目台湾土壌化に分類される、淡水魚の総称。雷魚は、中国から、朝鮮半島、アムール川流域までのロシア沿海地方に分布する、カムルチーチャンナ、アーガスを指す日本での故障だが、抗義には、台湾土壌化チャンニガエに分類される魚の総称としても用いられている。和名に、土壌の名があるが、 濃いめ、土壌化に分類される土壌とは全く異なる。細長い体と蛇に似た頭部から、英語ではスナックヘッド、スネークヘッドと総称され、釣りや観賞魚の愛好家はこちらで呼ぶことも多い。日本には自然分布していなかったが、カムルチー、台湾土壌、交代の3種が移入されたと言われている。体は前後に細長い円筒型をしている。背びれと尻びれは、 他の鈴木目のような棘状が発達していない。また、背びれと尻びれの規定も長く、背びれは胴体のほとんど、尻びれも胴体の後半部分に及ぶ。腹器は小さい。口は大きく、下顎は上顎よりも前に突き出ており、鋭い歯が並ぶ。生体の高校内へ手を入れると噛みつかれて、出血することがあるので、漁獲時などの取り扱いには十分な注意が必要である。 空気呼吸ができるのも特徴である。外見ではわからないが、エラに近接した頭部の空所に、ウエエラ器官、上細器官、サプリブランキールオルガンと呼ばれる血管の発達した粘膜のだを持つ。なお、同じ鈴木目でも、台湾土壌アモクに、近縁の木のボリューをアモク、アナバス類も同様のウエエラ器官を持つ。水面に口を出して吸い込んだ空気を、 ウエーラ期間に送り込み、酸素を直接摂取する。その後は、気管内を一旦水で満たして古い空気を追い出し、水を排出してから、新しい空気を吸い込む。空気呼吸ができるため、溶存酸素量が少ない水環境でも生存できる。ただし、体内の呼吸で発生する二酸化炭素は主にエラから、水中に排出するため、ウエーラ期間だけでは生存できない。一方、 エラだけでも生存に必要な酸素を得られないため、網にかかるなどして、空気呼吸が阻害されると溺死する。水流がないか緩やかで、ハスなどの水生植物が生い茂った水域に好んで生息する。湖、沼、池、河川の中華流域などに多い。朝や夕方の薄暗い時間帯、または水が濁っている時に活発に活動する。植生は、 基本的に魚食性だが、甲殻類、昆虫類、カエル、カメなど水生動物のほか、時には水鳥の雛、水辺周辺に生息する小動物、ネズミやヘビなどといった様々な獲物を捕食する。水そこにじっと潜み、水中や水面を通りかかる獲物に飛びかかる。多くの文献ではその姿形から粘毛というイメージもつけられているが、警戒心が強く臆病な面もある。 繁殖時には親が卵や稚魚を保護する。種によっては産卵の際に水草などを集めて巣を作るもの、卵や稚魚を校内で保護するものなどもいる。マウスブルーダー。水草で巣を作る種類は、水草が生えていないと繁殖できないため、治水工事などで開発が進んで減少している地域もある。肉は淡白な白身で分布域各地で、 揚げ物や鍋など食用にされ、養殖も行われている。ただし有極アゴクチムシという寄生虫の中間宿主なので、刺身等で生殖するとアゴクチムシ症になる危険性があるため必ず熱する。大型で引きが強いので、各地にルアーフィッシングの熱心なマニアが多く、専用の特に太くて強いルアーザオが各メーカーから販売されている。餌は、 ソフトプラスチックのギジエサやワームのほか、生きた小魚、カエル、ザリガニ、ドバミミズのように大きなミミズを一匹、または、島ミミズを数匹チョンが消したもの、クツワムシやコオロギなどの昆虫やネズミなど使った生きへ釣りや、イワシやサバなどを使ってのデッドベートに、専用のオイルなどを染み込ませて釣る方法も人気。日本ではカエルを針に付けて釣りをする、ポカン釣りという釣りの方法もある。 熱帯産のスネークヘッドには種類や生息地ごとに多彩な体色が知られることから観賞魚としての人気が高い。日本にはカムルチー、台湾土壌、抗体の3種が分布する。これらはもともと東アジアに分布し、日本には人為的に導入された外来種とされているが近年北海道を中心にカムルチーのアールア種が生息していたとも言われており、 江戸時代の文献でも生息していたという記述も近年発見された。雷魚は特にカムルチーと台湾土壌を指す呼称として用いられ、他にイヒー、台湾などとも呼ばれる。導入当時には朝鮮ナマズとも呼ばれた。二十一世紀初頭の時点では台湾土壌と後代は移入された区域からそれほど後半には広がっていない。台湾土壌暗黙には 台湾土壌化だけが含まれるが、台湾土壌化の分類上の位置づけについては、何種類かの解釈がある。ここで用いている鈴木目、台湾土壌を暗黙とする分類以外に、台湾土壌暗黙を近縁の木登りを暗黙に含めてしまい、鈴木目、木登りを暗黙、台湾土壌化とす分類、また鈴木目から分離させ単独で台湾土壌目とする分類もある。 台湾土壌家には2族が含まれ、台湾土壌族チャンナは日本に定着した3種を含めて、沿海地方からインドまで計28種が知られる。もう一つのパラチャンナ族は熱帯アフリカ産の3種を含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。